ちょっとじゃあやってみますか、はい、この超レアアイテム、ボスのスペクトラム SP1 っていうモデルですね。確かになんかボスとかってここになんか OD1 とか分かりやすい感じじゃないですか、はい、スペクトラムっていうエフェクターってことですか、なんかこう機能みたいな。スペクトラム、そうですね。あ、そっか、こういうの書いてるのか。オーバードライブとかディスソーションみたいなのスペクトラムってことですよね。そうです。ああ、これ値段がびっくりの6万円っていう。6万円、なかなかプレミアついてます、ね、プレミア価格ですよね、これ。79年製でこの銀ネジがついてる、そういう時期ですね。ヴィンテージのね、なんかそうですね、ボスのヴィンテージ。俺またこれ1回もちょっと踏んで音出してないんですけど、全く音の予測がついてないみたいなどう変わんのかみたいな。これいじけたがバッテリーチェッカーなんで、あ、ピカってついて消えるみたいな。だからもしかしたら今スルーじゃなかった可能性が。あ、入ってました。あ、これ入ってますよ。ほんでオフが、オフこっち、はい、そうですね、失礼しました。これも完全になる。これがバッファーだけ通してオフのエフェクターオフですね。ここに乗っかるわけですね。ちょっとやってみますか、はい、どんな感じなんやろ今入ってるんですよね、これ。入ってます。ちょっとなんかバウハンドメチックな何を狙ってたんですかね。なんかあれかな、ビーズの松本さんのブランドみたいなので、ワウハンドメイエフェクターみたいなのあったんですよ。ありますね。FAT さんの、もう固定して作るみたいなそう、ピッて押したらあの音出るみたいな、それもでもあの文化で結構ハードロックの歴史なんで、マイケル・シェンカーとかみたいな。そうですそうですそうです。おそらくこれ出した時はそういう狙いじゃなかったんじゃないかなっていう。調べてみると、発売当時の楽器店では広域をきらびやかにするエフェクターですと案内されていましたと。へえ。なんでまあトーン的な、はい、まあ言うてこれも横やなんですよね。だから払い子みたいな感じですよね。あ、そっか、周波数帯域をいじっていくみたいな。今ボスであれ出てるじゃないですか、いっぱいつまみあるやつみたいな。あれが多分出る前の存在だとしたら考えられますよね。今 EQ200 ってそのめっちゃついてるのありますけど、その G7 とか G6 とか一応ああいうグライコのタイプは出てて、ボスでも。あ、そうですよね。あとパライコも一応あるんですよ。ああ、そうなんですか。PQ4 とか。へえ。まあでも人通り出てるんですよね、やっぱね、ボス。ボスやっぱ大体出てますね。もしかしたらこのファンの間ではなんかやっぱこれに通してこう回した時の絶妙な音があるんだよみたいな。そうですね。なんかあるかもしれないですよね。こういう帯域、ミッドのなんかね、場所いじって、ワウのハンドメ風とか、そういうターンで抜けるようにみたいなのって意外と使いどころがあるんじゃないかなと思います。だからどこをどうするかみたいな。だからワウハンドメだけにするようなエフェクターではなく、もっといろいろできるってことですよね。そうですね。どこを上げるとかみたいな。ミッドからもっと上の方を食べてるような感じです。ああ確かにね、ハイがなんかねちょっとなんつうの質感が変わってる感じもしますよね、これを踏むことによって。見ないですよね、初めて見ましたよこれ。確かに、これも初めてでしたよ、ハンドメモできるけど、まあそれ以外の使い方、まあまあコレクションの一部としてもいいのかもしれないし。感じはしますね。スペクトラム、名前がいいですね、これ。かっこいいですよね。なかなかないです。本当にどういうエフェクターなのか見ただけじゃわからないっていう。また効果もなんかちょっとわかりにくい感もあるかもしれないですけど。そうですね。そういうパライコとかワウとか触ったことある人じゃないと多分わからない。1979年ですもんね。79年です。すげえなこれ。ありがとうございました。